あ、キタッシャンだ。キタッシャン何使ってんだろう。だってキタッシャンってホクトエッグマジでうまいので、キタッシャンがホクトエッグ使って一緒のトロ炊いたらすごくないっていう話じゃない。いや、ホクトエッグじゃないですね。なんだろう、ヤリコブバルキリー、ウォールブレイカーかな。あー、これマジアチャ取れねえじゃない、もしかして。終わった説ない？終わったっすね。これテスラもあるっすね、あと。最悪だ。これ100-0っす、これ。今の抑えれたらもっと熱かったけどな。もうたさてやばくね、これ勝つのやばくないですかこれやば、カードレベル12が2枚で6600、マジでわかんねえな。もう最近そのわかんないんですよね。昔はマジでなんなら1枚ユニレベカンストしてないで世界ほんと一桁1位とかザラにあったけど、最近だと結構みんなカンストしてるじゃないですか。なんか平均値、なんかどうなってるのかが分かんないんですよね、そのトルタイ。だから適当なことはあんま言えないですよね。まあすごい人は、ターレベ、ね、本当のすごい化け物は、ターレベ12で世界3位取っちゃうわけですから。よくわかんないですよね。スキアミラバか、これジョナン一番好きだった環境か。サンシとかスケラとかいつだろうな。
3年ぐらい前好きだったけどな。めっちゃ前やんって。ゴレクロだ。あ、ラバクロだ。うわ、ラバの方がでも嫌だな。やべ、M ミスった。あ、持ってね。でかっ。いや、勝てないっすよ。ティミー、さあ僕のホグをお見せします。行ってこい。5発ぐらい殴ってこい、初っ端から。さあ、ダックプリメガゴーロイか。ロイです、ロイです。あなたはロイです。このバルキリーが殴られない感じ、偶然。あ、ちょっと待って、 BGM 止まった。さあ、テスラ初見です。いらっしゃい、いらっしゃい。焼きそばとたこ焼き、どちらになさいますか。最悪。あ、ラッキー。でかい。いや、もう、痛い。待って。痛い！危ない危ない。ちょっと待って、痛い痛い。ちょ、まあ、残念く。ロイライトね。ロイライト、相性多分いいと思ってるんですよ、僕。いや、でも前、ロイライト、負けたな。なんか、これでトリトンでしょ、どうせ。ファイアスピー絶対入るし、ホグ一発入る。あー、絶対一発入る。嘘だ、ごめん。このウッドとかいらねえのかな。これロイ来たらだって終わるもんね、俺。こそ使いすぎ？いやー、やめてー。いやー、勝ちたいよ。これだってバルキリーでいいな。よいしょ。さあ、ダークプリエ。来るね、君。結構来るね。待って、めっちゃ来た。俺の想像の100倍ぐらい来た。いや、この月いらんな。いや、これバルキリーがたまたま、まあ多少は入る。やっぱテスラゲーだよな。テスラを何体置けるか。結構入るんじゃね。いや、やつやつやつ、トリトンも使ってボールライトもして、君君君やりすぎだよそれ。君それやりすぎって言うんやで。やべやべ、調子乗ってる、調子乗ってる。俺調子乗ったらね、基本的に負けるからね俺。いよいよ、わあ
一回ね、もう完全許容で。いいよいいよ。いや、いいよいいよ。こっちサイドはね、いい。ダメージ、ちょっと受けていい。ちょっとだけ。これ買ったんじゃない？トリトン使ったよ、君。これ防衛ライトして。これ防衛ライトや。防衛ライト。ああ、いい、高め。入るんじゃない？ああ、いい、ウッド。トリトン。いや、分かってたライトニング怖い。ライトニング怖いけど、そんなコスト絶対ないから、普通にこれ守れば大丈夫。守れば大丈夫。落ち着いて。いや、ライト来てもいい。来い。あ、来た。あ、トリトンか。お疲れ様です。いやー、逆逆逆逆。まあ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 。もう半年ぐらい触ってないけど、3種。使えるかな今でも。まあ、使えるか。そう、この人ゴレな気がするな。三重子ずっと使ってたっすね。ヒール三重子で行ったのか、俺何のガゴムで、なんかの、わかんねえな。どんな三子で世界7位取ったんだろうな。ウッドザップ三重子とかね、俺オリジナルの三子とか作って無双してた時期もありましたね。ゴレ集中。あ、同じ時期。ゴレ勝てなくない？マジで。こう、ホグ飛ばすとさ、たまに死ぬんだよね。なんか、いい、なんか、うまくいかないんだよ、大抵。やば。ちょっと待って待って。なんか、なんかすんごいの来たけど勝てそう。トレネ使ったもんな。これバルキリー押してめっちゃ入る、めっちゃ入る。もう2000までいって、もう一回押し、よくやったー。しかもこれ何なら延命できるんじゃね。あー、ビビドラ強い。問題ムートだな、これ。ムートいるからバルキリー2周回しちゃう。説ある。ちょ、ウッド圏内。え、これ落としたらダメ？落ちないよな。105だ。いや、絶妙。いや、マジか。ムートでボコられるんだよな。やべ、終わった、やったわ。ちょっと待って。いや、耐えれる。やべ、なんだこのホグ。しかもダメージ勝ってる、ダメージ勝ってる、勝てる勝てる勝てる。待って待って、追いつけ追いつけ追いつけ、俺追いついてくれ、追いついてくれ、止まってくれ、何も出さないでくれ、俺泣いて。あれあれ、クイック回せクイック回せクイック回せ。あ、真ん中ムート来るぞ。あ、真ん中ムートだろ、どうせ。こんにちは、どんまいどんまい。よし、いや、でかいでかいでかい。あぶねー、なんであんな逆サイ入ってたんや。俺、左削ったっけ。これ2000から何も2000から何もやった覚えねえな。インドに対して内側テスラでいいな。で、ラム来たらウッドで無理やりノックバックさせてみたいな。ユーの勝ちたい。ペッカだったら神相性。
でけえ。でかすぎ。序盤のダメージじゃねえぐらい入って。相手が攻めてきたから。はい、読みザップ。ナイス。なんか後ろにスケとか出しても結局タルババとラムなんかランパーとかで全部やられちゃってみたいなね、タイブレイクで負けちゃうっすね。相手の攻めが通るわけじゃないんですけど、俺の攻めが通らんすね。わかんない、でもタイブレイクだから運が良ければ勝ってるみたいな、そんな感じな試合ではあった気がする。お互い止まんなくなっちゃった。まあまだ僕ホグ全然っすからね、ちょっともっと上手くなんなきゃ。